私の手作り。うちじゃ満足のいくものできないから、キキの厨房無断借用したけどね。軽微な犯罪だよね。許されるよね。そうですね。ほら、朝って甘いもの食べたくならない？それで作ってきたんだ。塾でも先生がよく言ってるよ。ブドウ糖がいいんだよね。そう。そういえば、一時期 DHA が流行りましたね。京介ちゃんも食べるでしょ？難しいよね。でも正直に言うと、ちょっと甘みが足りなくない？そうかも。ごめんね。そんな。事件って？みたいだよ。お母さんがそう言ってた。やっぱりそういう筋の人だって。元気そうな人だもんね。風邪かな？冬だし、インフルエンザとか。起立！図書委員行く？もう！
けど一郎はいるよ。それもそうだね。帰るんでしょ？一緒に帰ろうよ。シマって京介ちゃんの友達の？なんで？それって風とかで？男同士のくせに。じゃあ私も付き合ってもいい？だって京介ちゃんが本当にノーマルかどうか確かめなきゃ。まま早く行こうよ。どの辺なの？近いんだ。なんか落ち着かないね。はい。それはわざわざ。その武志は。ごめんなさい。今流行っているそうですが、どうして至って健康な子だったのに。ねえ、あのおばさんが言ってたのって、もしかして京介ちゃんの言ってたマーチの副作用のこと？じゃあ本当だったんだ。守らないと本当に
今生徒たちがたくさん休んでいるのも本当にマージのせいだったってこと？みんな目覚めるの？私、舐めてた、マージのこと。本当の本当に危険なブツだったんだ。私はそんなのを使ってる。そして、京介ちゃんも。ねえ、どうしたらいいんだろう。京介ちゃんは？多分無理なんだろうね。京介ちゃんにしろ、私にしろ、あんなものに本気で手を出している以上、もう まともな夢じゃないけど、ちょっとずつ変化してきてるんだ。それでもまだ変なんだけどね。だから私も夜、また聞きに来ない？このこと、もうちょっと話したいし。ありがとう。じゃあ、待ってるから。じゃあね。ここを座って。どうせお客さんなんか来ないし。違うね。コーヒーでも飲む？ブラックなんだよね。よく飲めるよな。驚きだね。私も試してみよう。ちょっと口つけていい？苦い。ただ、やっぱりまともじゃないんだけどね。なんかね、すごい断片的なの。それこそ、普通の夢みたいに。だよね。
込みが出てきたってことにしておくけどね。ところで、この前頼んだことやってくれている？そう。そっか。収まるどころか、ここ何日かでなんだかひどくなってきたような感じがする。三枝先生は、カウンセラーの人は心配することないって言ってくれるんだけど、そんなことないよ。それと厳密に言うと医者じゃないんだって。私らはピンとこないけどね、結構違うみたい。トラウマとは違うんだけど、聞いたことあるでしょ？心理的外傷とか言うらしいけど、あの夏の後だから、京介ちゃんが言う当時の様子に変わりはないっていうのはわかる。その時からなんとなく思ってたけど、京介ちゃんちょっと変わったよね。